はいはいはい、皆さんこんばんは、相馬です。僕は今大阪駅に来てるんですが、今回この動画は大阪駅から東京まで寝台特急サンライズ出雲瀬戸号に乗ってきたということでやっていきたいと思います。普通だったらサンライズ瀬戸号に乗ってきたとか出雲号に乗ってきたとかだと思うんですけど、今回はね、なんとこういう買い方をしているということなんですね。まずね、東京までだとやっぱりやめてたんですよね、この1ヶ月前だと。でも最近ちょっと東京が収まってきたということで、昨日開始したということです。シングルツインでとりあえずサンライズでも横浜まで取っちゃって、その次がこれですね、横浜から東京までの伸び伸び座席を取っているということですね。この伸び伸び座席っていうのは指定席扱いということで、人が使った後も再度再度何人でも使えるということで、今回、横浜から東京を抑えました。まあもちろん大人子供用あるんですけど、今は大人用を移しているということですね。で、今の時間がだいたい12時11分で、サンライズ到着が12時32分だったというふうに思うので、じゃあもうそろそろ改札に入って1番ホーム移動していきたいと思います。今車掌さんにインタビューしてきたということなんですね。さて何をインタビューしたのか、サンライズのことですね。もちろんこちら0時34分に寝台特急サンライズが出るというふうに書いているというふうに思うんですが、なんとね、電光掲示板には全然違って35分で表示しているということなんですね。今日は正確には35分が合っているというふうに言われました。でも切符に34分で出るのかな。大阪市内から横浜市内までの乗車券で入っていきたいんですが、東京でちょっと言うことがありますね。途中だって横浜のやつで横浜から東京まで来たっていうのもちょっと言う必要があるということですね。11番乗り場降りたいと思います。で、シャワーカード一応見に行きたいということで4号車の乗車位置に並んだということですね。で、高槻京都への最終かな、京都への最終かな、新快速京都行きですね。223系2000番台のモハですね。あれは奥からじわじわ何やら来ました。やっぱりね、35分の発車なので1分入っても遅いですね。またさっきインタビューしたんですけど、到着はあんま変わらないということでした。何たどり着きました。シングルちゃんぽいね。じゃあちょっと。お父さんがシングルツイン乗るの初めてということで、いろいろ探検したいということなので、ちょっといろいろ探検していきたいと思います。これは普通のシングルになっています。嬉しいですね。で、ここが車椅子用のシングルツイン、トイレとかもここ結構広い。あとドアとかもね。
これで通ってたみたいに開けたりしめたりと、いろいろテーブルにと椅子にちょっと改造していきたいと思います。検察なんだ。あ、そうそう、いいな、これやっぱり、うん、いいね、うん、9月21日に3連乗ったの何回目だろう、2回目か。じゃあちょっとここでねえな、ちょっと食っていくか、食っていきたいと思います。じゃあまずこれアクエリですね。飲みすぎるとね、トイレ行きたくなるんでね。生ハムとね、タコです。ね、じゃあ食っていきたいと思います。うめえね、うん。うまいわ、これは、うん。タコの燻製で食っていきます。うん、まっ。ね、レバーを押すと上のカーテンが作動するんですよね。じゃ今、あれぐらいちょっと閉まってて、ちょっと押してると。これだいぶ閉まりましたね。ちょっと列車の上でね、カメラのブレがちょっと多いというふうに思うんですが、そこら辺は申し訳ない弁当ね、あのね、お父さん飲食店してるので結構夜遅いんでね、今日は弁当。あのね、2階席に僕今いるというわけなんですが、2階席のカーテンって手では絶対開けれないということです。あの、あ、今飛んだか。真っ暗で夜景が綺麗だね。もっと高槻とか行くと大都市だからもっと綺麗かもしれないということですね。じゃあちょっと電気つけて、あとで瀬戸の方も見に行きたいと思います。京都に着くということですね。ちょっとね、周りに乗っているかもしれないので大きい声は出せないんですが、お、京都だ。じゃあちょっと車内探検9分、米原に到着しました。今から JR 東海区間に入るということで、東海の運転手さんとかいろいろ入るということですね。引き続き乗っていきたいと思います。じゃあ間もなくシャワー行くと思うので、シャワーの様子も撮っていきたいと思います。シャワー行きたいと思います。
あ、ご利用いただきますとなっております。これでタイマーが6分表示してあります。じゃあシャワー浴びていきたいと思います。じゃあ6分をかけて、じゃあ開きます。でタイマーが減っていく動きで止まるとタイマーも止まるということですね。じゃあ5分間57秒入っていきたいと思います。2回目がやばいから、2回目が来てる。これが終わってから、これから、シャワー終わりました。やっていきたいと思います。ではね、東京までこの動画で行こうと思ったんですけど、やっぱり動画が長すぎるので動画分けたいというふうに思います。まもなく横浜駅に到着するということで、この動画はここで終わりにしたいと思います。でこの動画は大阪からサンライズに乗り込んでいろいろしてきたという動画でした。で次回は東京まで乗っている様子をお届けしてまいりますので、この様子をご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をお願いします。バイバイ。